霞御霊の現世幻談チャンネル。こんばんは、霞御霊です。先日投稿いたしました朗読、いかがでしたでしょうか。今回はホラーホリックスクール様よりゲシュタルト崩壊を読ませていただきました。この話はですね、ヒトコアっていう種類なんですけれども、その中でも軽めライトなお話と言いますか、身近なお話かなと思います。うん、まずは軽めから行こうかなみたいな。ヒトコア初めての挑戦だったんで、なるべく入りやすいところからという感じで入ってみました。いかがでしたか。やっぱり普段読んでる怪談と違って、いつでも誰にでも起こりうる怖さがあるなーって思いましたね。よくドラマとかでもあるけど、その子供と親が喧嘩しちゃうっていうか、プリン買っといてって言ったのになんで買っといてくれなかったのみたいなところから、あ、ごめんごめん忘れてたんだよみたいな、もうパパのことなんて知らないみたいな、あ、ごめん今から買ってくるからみたいなそういうやつで、そのままお父さんプリン買いに行って交通事故にあってお亡くなりにみたいな、そういうね、あるじゃないですか。そういう、なんだろう、まさかそんなことがきっかけでこんな結果を生むとはとか、そういうことってたくさんあると思って、言動って大切だなって思いますよね。そして今回のお話で一番のポイントとなったのは、松田京子さんが鏡に向かって私は誰って問いかけ続けたっていうところ。鏡に向かってその私は誰とかお前は誰だとか言い続けるのって本当良くないらしくて、なんかまず鏡に向かって、話しかける、鏡の中の自分に向かって話しかけるっていうことは自己暗示の方法らしく、ポジティブな言葉なら OK だけどネガティブはダメとかいろいろ調べたら出てくるんですけれども、正直私はいくらポジティブな言葉だとしてもちょっと怖いなって思いますね。どうなんですかね。でもネガティブなことは言わない方がいいみたい。いや、まあそりゃそうですよね。皆さんも気をつけてください。絶対なんかもう鏡に向かってそんなことをしちゃダメですよ。まあなかなかねする人もいないと思いますが、念のために。はい、というわけで今回はホラーホリックスクール様よりゲシュタルト崩壊を読ませていただきました。少しでも良かったと思っていただきましたら、コメントやいいね、チャンネル登録をお願いいたします。していただけたら私、とってもとっても喜びます。また、概要欄に今回読ませていただきました、ゲシュタルト崩壊の URL も記載しておりますので、ぜひぜひ読んでみてください。そして私のツイッターのアカウントなども記載させていただいております。もしよろしければフォローなどしていただけたら幸いです。ということで、もうお気づきの方がほとんどなんじゃないかなと思いますが、今回試験的に字幕をつけてみました。はい、どうですか、見やすいとか聞きやすいとかありますか。どうだろう、私自身はそんなに字幕の必要性を感じていないんですけれども、
他のいろんな方のね動画とか見ててもやっぱり字幕ついてるの多くて、もしかしたら私は自分が読んでる側だし喋ってる側だから、そんなに必要性を感じていないだけで、見ている方からしたらあった方がいいとかあるのかなと思ってつけてみました。もしこの動画でね、なんだろう、ついてる方がいいとか、見やすい聞きやすいっていうことがありましたら、今後も感想会はこうやって字幕つけていけたらいいなーみたいな感じで思っております。もしよろしければご意見いただけますと幸いです。それもね、ツイッターとかこちらのコメント欄とか、各種送りやすいところに送っていただければ幸いです。はい、それではまた皆様のお耳にかかれたらと思います。皆さん、おやすみなさい。